どうもこんばんは、キャンバスゴルフの永井です。まさしくこれから冬本番ということで、都内でも来週は雪が降るなんていうね予報が出てるみたいです。まあ、あまり無理してコースに出ずに、こんな時こそみっちりと練習するっていうのもありかなと思うんですけども、まあ、おそらく、春先に初打ちのラウンド、今年初のラウンドをされる方も多いんじゃないかなと思っています。まあ、打ってね、大きなスライスとかすごいフックとか出ると、まあ、多少ショックを受けるんじゃないかなと思います。まあ、なので、今回のこの動画が少しでもお役に立てばいいなと思っているんですけども、で今回のテーマはですね、なぜスイング中に肘が曲がってしまうかということですね。もちろん意図して曲げることもあるので、何が何でも 100% いけないというわけではないんですけども、意図せず曲がってしまっている場合っていうのは、まあ、そもそも、自分が意図したボールが出てない可能性が大きいので、まあ、そういうケースはね、直していきたいなというふうに思います。はい、ということでまずは、なぜ曲がってしまうのかというメカニズムを、理解していきましょう。でですね、意外と全然難しくないので、1分か2分か分かんないですけども、すごく手短に説明しますので、そこから先はご自由にご覧ください。あ、ちなみに今日はこのクラブ使っていきます。これは屋内練習用のアイアンで、ツアーチャンって書いてあるのか見えますかね。本当に短いやつで、ショップで3000円ぐらいで売ってると思いますし、よかったら概要欄のところに載っけておきますので、リンクを欲しい方はぜひ見てみてください。でちなみにここには練習用の重しをつけてあって、まあ、こうすることによってだいぶ振った時に実際のクラブと同じぐらいの重み感が出るので、まあ、この組み合わせが好きでよく使っています。では早速説明していきたいと思うんですけども、まず、分かりやすくするために体正面向けたままやっていきます。でゴルフクラブって、両手で持つわけですよね。なのでこんな感じかと思います。で両手で持ちますから、両腕が伸ばせるのっておそらく体の正面近辺この辺が限界だと思うんですね。で肘がなぜ曲がるかといえば、例えばですねこんな風に見ていただくと分かりやすいと思うんですが、手を横にこう体が回るんではなくて手だけですね、手だけこうやって横に出します。そうすると左手が届かないんですよね。届かないんで長い方が曲がってあげるしかないということでこうなるんです。なので、まあ、こんな時はクラブを持つと多分こういう形にこういう形になるんですよね。で逆にまあ、こっちも同じですよね。手が左にこう行こうとする、まあ、腕って言った方がいいんですかね、腕だけ横に行こうとするとどうしても曲げざるを得ない状況になってしまう、まあ、したがって曲がるっていうことですね。はい、で次に、横向きのアングルからも考えていきたいと思うんですけども、大事なのは手と体との距離です。まあ、今もう持ってる時点でお分かりかもしれないんですが、手と体が遠ければ腕は伸びきりますが、手と体が近すぎると、まあ、やっぱり腕が余ってしまって肘は曲がります。はい、ということで以上のことから言えるのは、腕が伸びきって見えるのは、手が体の正面の遠くにある時だけだっていうことですね。手が体の正面というかある程度幅あるんですけどね、大体この幅の中であればいいかなと思うんですけども、正面の遠くにある時だけだっていうことですね。なので例えば、横から見るというのかな、正面の遠くであれば上でも下でも、
下でも上でも、まあ、腕は伸びたルックスになるということですね。はい、ということで、肘が曲がる理由は、まあ、こういうその体の構造から来るわけですね。で、以上のことを踏まえて今度は、実際によくある肘が曲がってしまうシーンをちょっと考えていきたいなと思うんですけども、大体こう肘が曲がって悩んでる方というか気にしてる方の多くはこの2つのタイプじゃないかなとは思うんですが、おそらくクラブを振り下ろすこのダウンスイングの時にこう右肘が曲がりすぎているというか、まあ、多少曲がっててもおかしくないんですけども、こうちょっと曲がりすぎている、肘が下じゃなくて外向いているようなこういう感じですよね、っていうのは、まあ、さっきの、説明からすればどうなるかというと、皆さん多分もう、分かってるんじゃないかなと思うんですが、右肘が曲がってますから手は右にあるということが言えます。はい、なので、まあ、こういった方っていうのはおそらくバックスイングをしていく最中のどこかでこっちに、本当はこの辺でいいと思うんですが、必要以上にこっちに腕が行ってしまって、で、まあこの状態でもう右肘は外向いてますから、このまま体を回すとこの格好になるということですかね。で、次に多い悩みというか、問題というかは多分やはりフォローですよね。フォローでこうボールを打った後こう曲がっていってしまう、こういうやつですね、通称チキンウィングっていうんでしょうか。あんまりまだ僕はこれが本当にチキンウィングにはまだ見えないんですけども、まあ、これチキンウィングと言われてるみたいです。で、これをまたさっきと同じように考えてみればどうでしたっけ、こうか、左肘が曲がっているということはおそらく手が左に来ているということですね。まあ、なので体の正面にこうクラブがあって、こう回っていけばおそらく腕は伸びたままなんですが、ちょっとまあこの辺で実はもう体が止まってしまって、手だけ横に、自分に対しては左ですかね、でこうピューンといっちゃうとやっぱこう引けてしまうということですね。で、まあどちらかといえば、このフォロー側でこう左肘が引けることの方が、まあ、レッスンしてきた経験上多いんじゃないかなという気はするんですが、でおそらく大体その原因はですね、まあこう構えてます。で、ボールはまあ自分の目の前にあって進行方向は向こうですということで、やっぱり通常の発想としては、まあ、右にね振りかぶったものを進行方向、自分に対して左ですよね、に向かって振るってやっぱりイメージしちゃいますね。どうしてもこう腕を左右に動かしてしまう、イメージがこう湧いてしまう。で、まあ、そこにさらに回転を加えればすごい飛ぶんじゃないかってやっぱちょっとこう思ってしまうというか、まあ僕もその一人ではあったんですけども、まあ、それでこう体も回してるし腕も左に振ってるしってことで、まあこうなるわけですね。でも実際はですね、やっぱりかなりこう遠心力が落ちちゃうんですよね。この時とこの時ではその先端までの距離っていうのはだいぶ違うわけですよね。なのでどうしてもこう肘が曲がってしまうとちっちゃい円になっちゃうので、ちょっと遠心力が落ちるということで、まあ、ちょっと距離も落ちてしまうでしょうし、当然その地面との距離が変わりますんで、ちょっとこう上下のミス、いわゆるトップとかダフリっていうのが、まあ、出やすくなるかなと思います。なんで、まあ、本当にこう極端にピーンってやる必要もないですし、それこそいわゆる過伸点ですよね。ちょっとこう肘がこうこっち側に折れるぐらい、こう伸ばすとこっち側に折れるぐらい、伸展する方、肘が伸びる方の場合はあんまりこう伸ばしきるってイメージも過ぎるのも良くないとは思うんですが、まあ、あんまりね、あまりにも
ちょっとこうなっててとかこうなって、まあその何て言うんでしょう、かっこ悪さが気になるという場合はですね、ちょっと今日お話したことを踏まえて少しスイングを研究というか、まあ見直してみるといいのかなと思います。本当にほんのちょっとしたことで済むと思いますし、別にこの今のこの肘のね、引けてるとか引けてないとかっていうのは上手い下手じゃないと思うんです。知ってるか知らないかだけだと思うんですよね。なので、ぜひですね、今日お説明したことがお役に立ちそうであれば、いざ練習場に行ってですね、試してみていただければいいかなと思っております。どうもありがとうございました。